歌広場は株式会社クリアックスが関東地方を中心に展開するカラオケボックスチェーンである。略称は歌広。2021年8月現在、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に合計73店舗を出店しており、宮城県にも1店舗出店している。新宿区役所前店それまでパチンコ店、サウナ、 キャバレーなどを入居者とする複合施設などを経営していた在日韓国人の実業家、李志修が1994年、カラオケ店事業に進出したのが歌広場の始まりである。当時通信カラオケが登場したことによって、経営コストが安く、儲けが大きいことに気づいたりは、その事業を急速に拡大させた。昼間の営業、1部屋あたりではなく1人あたりの料金制度、 飲み放題など、これまでのカラオケ業界にはなかった斬新で、画期的なサービスを業界で、初めて採用したのは、歌広場である。これらの革新的なサービスは、東愛産業が西日本を中心に展開する、ジャンボカラオケ広場でも採用され、そして、カラオケ業界全体に浸透したことで、カラオケが、子供からお年寄りまで、気軽に楽しめる、大衆的な娯楽となった。 特に一人当たりの料金設定を導入したことで、少人数でも安く、気軽にカラオケを楽しめるようになり、いわゆる人からが普及する、きっかけの一つとなった。これまでのカラオケ業界にはなかった画期的なサービスと、リーズナブルな料金を背景に、首都圏において、急速に勢力を伸ばし、1990年代には、カラオケといえば、歌広と言われたほど低価格カラオケの代表的な、 チェーン店として知られた。しかし2000年代に入ると内装や設備の老朽化が進んだ一方を、店舗のリニューアルや新機種の導入に消極的で清掃が行き届かず、機器のメンテナンスが悪く故障が多い、接客態度の悪い店舗が多かった歌広場は安かろう悪かろうなイメージが定着し、客離れを招いた。 そこに部屋やサービスに特徴を持たせたり、新型機種の導入に積極的な他社チェーン店が台頭したことで、さらに客離れに拍車がかかり、歌広場は深刻かつ慢性的な不振に陥り、閉鎖店舗が続出する事態となった。このため巻き返しを図るべく、カラオケ機種の入れ替え、店舗改装、従業員教育などが積極的に行われるようになり、格段に改善されてはいるが、 招き猫が飲食物の持ち込みを可能にしたり高校生グループの質量を無料にするなどして対頭してきたことなどから苦戦を強いられている。そのため2000年代ほどではないとはいえ未だに不振が続いており閉店が多く新規出店数は少ない。一方、価格面だけで見れば他社で見られるような非会員の料金割増し及びワンオーダー制の設定がなく 飲み放題込みの格安な価格設定で税込み価格となっている。また、質量だけでなく、フードメニューも比較的安く、人からでも割増料金がなく、気軽に利用でき、フリータイムの時間保証制度がないことなどの利点があることから根強いファンも多い。機種は主にダム、ジョイサウンドを導入している。かつてウガの導入も積極的に行っていたが、ウガシリーズも ダムシリーズも機種の更新が滞っていたことやウガとジョイサウンドの運営会社の統合などから2011年9月にそれまで導入経験のなかったジョイサウンドのクロスオの導入に踏み切った。クロスオは主にウガの代替として導入され2012年3月までにウガを全店舗で置き換えた。2012年3月1日に新宿歌舞伎町一号店を全室 クロス王に変更した。2013年12月からは、順次、ジョイサウンド F1 を導入しており、ジョイサウンド F1 がなかった、池袋エリアも2014年6月6日の池袋東口駅前店のオープンを皮切りに、導入している。ジョイサウンドマックスは、2015年9月25日の松戸西口駅前店をオープンから、クロス王の後継として、順次導入され、年内に、 全店舗導入を完了した。ジョイサウンドマックスには2017年9月19日の鶴見東口駅前店をオープンから導入されている。ダムに関しては BB サイバーダムから長らく更新されていなかったが2012年7月13日に開店した池袋サンシャイン通りに合店にプルミエダムが導入された。また同年11月には 池袋西口公園前店にライブダムゴールドエディションが先行導入されたのを皮切りに新店舗などに先行導入が行われ2013年3月から本格的にライブダムの導入を開始したそして2014年7月をもってライブダムの全店舗導入を完了した2015年4月からはライブダムスタジアムの導入を開始し同年7月をもって すべての店舗に導入された。電子マネー導入にも積極的に取り組んでおり、ID と楽天エディの共用端末を順次導入している。2007年9月19日現在カラオケチェーン店が共用端末を導入するのは全国初めてである。また、一部店舗で JAL マイレージバンクのポイント加算がされるサービスも行っている。 4人組ロックバンドゴールデンボンバーのメンバーである歌広場厚氏の芸名は歌広場から拝借したものでこれが縁で彼は歌広場の2014年2015年と2年連続でキャンペーンキャラクターに起用され一部店舗でのシアタールームや限定フードメニューなどコラボ企画が実施された店舗によって全勤制と後トキ制がある全勤制の店舗では利用料金を 入室時に支払い、有料メニュー注文時は、代金と商品をルームで交換するという形になる。後金制は、他のカラオケチェーン店と同様、帰りの際に一括生産となる。ありがとうございます。